ハロー YouTube。私がマリサです。一度でいいから見てみたい。マリサが解説するところ。レイマルです。今日は、西日本最強の大名、大内家、を襲った悲劇、大明治の変、を紹介するんだぜ。大明治の変、は、大内家を最盛期に導いた当主、大内義隆、が、その最盛期の真っ最中に、その家臣、末春方、の謀反により撃たれた事件だ。この動画では、なぜ、大明治の変、は起こってしまったのか？なぜ末春方は謀反を起こしたのか？その理由を解き明かしていきたい。前回の動画、雲州配分の直後からのお話になるので、ご興味のある方はそちらもご視聴いただければ、よりお楽しみいただけるやもしれぬ。やもしれぬ。というわけで早速始めよう。おうよ。3、はい。さて、前回の動画でお話ししたように、郡山合戦で雨越を散々に打ち破り、その勢いを持って、雨越春久の本拠地である雲州こと、出雲の国に攻め込んだ大内義隆であったが、義隆に不満を持った出雲の国や秋の国、備後の国の黒人衆からの裏切りに遭い、合戦は大敗。養子の春持が溺死するなど、多大な犠牲を払った撤退戦、雲州配分の末、天軍を務めた末春方や毛利元就ら家臣団の活躍もあり、なんとか自らの本拠地である山口に帰還することができた。可愛がってた春持キュンが死んじゃって、義隆さんはガチへこみしちゃったんだったよね。そうだったな。そして今回は、そんな命からがら山口に逃げ帰った大内義隆の、敗戦直後の処理から見ていこうと思う。合点承知の助。方法の手で本拠地山口に逃げ帰った義隆であったが、大敗の直後にもかかわらず、山口には大きな混乱もなく、正室が保たれていた。九州は豊前の国、筑前の国の大内勢の大軍が、無傷で山口に駐留していたからだ。そのため、雲州配分により、停滞大敗は食らったものの、大内家本体に大きな混乱は生じていなかった。軍勢がたくさんいたってことは、軍勢がいっぱいいたってことなのね。小泉公文やめてな。そして、毛利元就と共に伝軍を務めていた末春方が山口に帰還すると、義隆は直ちに末春方を秋の国佐藤軍に派遣する。これは秋の国へ雨子軍が侵入してきた場合に備えるためだろうな。また、秋の国や備後の国の混乱を収めて、黒人衆の離反を防ぐ目的もあったかもしれない。人使いが荒いねえ。大内家はブラック企業の走りですわ。はっはっは。でもまあ義隆の迅速な処置により、秋の国の混乱は最小限に抑えられたんだ。敗戦によって昇進の義隆ではあったが、その直後には的確な処置ができていたわけだな。さすがディフェンスに定評のある義隆。さて、次に敗戦直後における、義隆の各方面への対応を見ていこう。まず岩見方面だが、先の出雲遠征では、増田氏といった岩見黒人衆も動員されていたことから、出雲の国での大敗により、岩見国における大内家の影響力低下が懸念されたものの、吉見氏や増田氏、小笠原氏といった、有力黒人衆を大内陣営に留めることに成功。そして義隆の山口への帰国直後、岩見方面の所要外に、末高光を派遣し、防備を固めさせるなどの対応を行ったこともあり、敗戦から約2ヶ月後の1543年9月頃の、雨越による岩見侵攻軍を撃退することに成功している。これにより、大内家は岩見国を維持することができたんだ。さす義すごたか。まあ雨越はその後も岩見銀山の奪回を狙い続けることになるので、岩見国東部はずっと雨越の脅威にさらされることになるのだがな。さて、お次は、九州方面だ。義隆は、山口への帰還から4日後には、大友氏からの援軍であった無入氏と三原氏に対し、雲州配分での活躍に対する感謝の書状を送っている。義隆さんは、彼ら大友さんの援軍のおかげで命が助かったんだもんね。そうだったな。だが、この時点で大内氏と大友氏の関係は再び微妙なものとなっていた。また喧嘩してたの？仲直りしたばっかりじゃないか。筑前の国の、沖の浜浜口、という土地の領有権をめぐって、大友氏が幕府に抗議をしていたんだ。さらに大友義明は、1543年5月7日時点で、肥後の国守護式に部任されているんだが、この時大友義明は、幕府に対し、九州短大式を得るにはいくらほどの冷戦が必要か？という確認をしている。これは大内義隆にとって感化しがたいものであった。オリンピック委員会かな？随分堂々と賄賂を贈ろうとしてたんねー。大友さんは、アンチオツ。高橋容疑者が受け取ったのは、賄賂じゃなくて、コンサル料だから。それで、なんで感化できないものだったの？義隆さんは、大友さんの出世に嫉妬してたの？大友氏が九州短大式を望むということは、大内氏の九州における立場を否定するものであったからだ。ほれ、大内義隆は、朝廷から、太宰の第二、に任命されていただろう。将棋さんを政治的に抹殺するためのあれね。太宰の第二、ってのは、三国史的に言うと、九州都督、くらいの感じの役職だ。故に、義隆には、大内こそが九州のリーダー的存在だ、という自負があったであろうから、
大友氏が九州短大式を望んだことは、さぞかし不快であっただろう。そもそも九州短大式は、足利一門の渋川氏が代々継承してきた役職であり、その渋川氏は、大内氏の傀儡として、その支配下にあったんだ。だから九州短大式という役職は、実質的に大内氏が握っているも同然の状態だったんだな。はい、でもさ、大内さんはさ、天子さんに負けたばっかりだしさ、大友さんとまで喧嘩して、戦うことになったらヤバくないかい？そう、めっちゃヤバいのだ。大友氏と再び戦争状態となってしまえば、中国地方の天子氏、九州の大友氏の東西二方面に敵を抱えることとなるからな。挟み撃ちはあかんすわ。大内藩滅びてしまいますわ。そう、やばいのだ。だから大内義隆としては、大友氏との対立は、何としてでも避けなければならなかった。でもどうするのん？大友さんが九州短大に赴任されるのを認めてあげるとか？いや、そもそも大友義明の九州短大式への赴任は、室町幕府から却下された。はい？そしたらどうするのん？大友義明の子、大友春秀、大内家の養子に迎えることを申し出たんだ。大友義明の性質は大内義隆の姉妹で、大友春秀はその性質の子供だったからな。義隆にとっては甥にあたり、大内家の後継としては申し分ない血統だったんだ。ほえ、なるほど、その手があったか。大友さんの息子さんにお家を譲ることにするなんて、思い切ったことするねえ。大友氏はこの縁組に大喜びし、申し出を受理。大友春秀は大内義隆の養子氏として、大内家の後継候補となることが決まった。1544年頃のことだ。大友さんよかったねえ。名門の大内さんならそら嬉しいやねえ。てか、後継候補ってことは、まだ後継者に確定したわけじゃないの？後継が確定したわけではなかった。義隆に実子の男子が生まれれば、そちらが優先される契約だったんだ。あ。ふーん。ともかく義隆は、この縁組によって、大内家と大友家の関係を再び蜜月とすることに成功したんだ。ほねえ。義隆さんやり手だねえ。大友さんと仲良しできて、養子もゲットできての一石二鳥だもんねえ。これは新参希望の男ですわ。大内さんと大友さんは戦国時代を通して仲良しこよしのずっともだったんやろな。だといいね。ま、とにもかくにも、雲州配軍の直後、不穏な動きを見せていた大友義明に対し、その息子を大内家の養子氏として迎えることで、再び両家の間に和平をもたらし、天子氏と大友氏からの強撃を受けることを未然に防ぐことに成功したわけだな。義隆は、これは、外交の義隆、ですわ。さて、次に秋、備後方面に目を向けよう。先ほど述べたように、義隆は敗戦直後に末春方を秋に派遣し、秋備後の安定に努めた。ただ、末春方の派遣は、あくまで一時的な処置でしかなく、続いて義隆は、秋、備後方面の抑えとして、その責任者的ポジションである、東西条代官に、名将、広中高兼を任命、秋の国に派遣した。そして、秋、備後における大内方黒人衆のリーダー的存在、毛利元就、と協力の上、秋黒人衆が天子氏に寝返ることを防ぐように指示する。また、先の出雲出兵の際、天子方に寝返った備後黒人衆に対応するため、広中高兼には備後南部、毛利元就には備後北部の黒人衆の協力を指示した。これにより、広中高兼と毛利元就は、以後協力して秋の国の安定を図り、かつ備後の協力を行い、さらに秋、備後に侵入してくる天子氏を撃退する。という重責を担い、その手腕を発揮していくこととなる。毛利さん、大内家の責任者の広中さんと同列で扱われてたんだねー。なおかつそんな大事なお仕事任されちゃうなんて、随分出世したねー。だな。毛利元就は、吉田郡山城の戦いでは、貨幣で天子の大軍を迎え撃ったり、雲州配軍では伝軍を務めたりと、大内家所属後、幾度も危機的状況に立たされるが、天子方に寝返る素振りもなく、大内家に対して誠実に仕え、大車輪の活躍を見せ続けていた。そのため、この頃の大内家中において、毛利元就の存在感は際立っており、大内家は、秋、備後方面においては、完全に毛利家に依存した状態となっていた。そもそも、秋、備後の大内方黒人衆が、大内方に泊まったのも、毛利元就が大内方に泊まっていたことが大きかったんだ。この頃の毛利元就は、大内家の庇護を求める、か弱い一黒人衆のような存在から、大内家からも他の黒人衆からも頼りにされるような、頼もしい存在となっていたんだな。おい元就、出世して食う飯はうまいか？そして、大内義隆は、秋、備後方面安定のため、厚い信頼を寄せる毛利元就の、さらなる勢力拡大を図る、沼田小早川家の所有、竹原小早川家、の当主に、元就の三男高影をつかせるように絶望したんだ。はえ？元就さん、さらなる毛利家境界弁と発生しとるやんけ。これは了承待ったなしですわ。丸ボタン連打ですわ。だが元就は、この相続には難色を示していた。あらま、意外、飛びつきそうなのに。
にゃんで難色示したの？竹原小早川家は、大内家の従属度が高い家であったからだ。かつて出雲の国において、縁屋沖久が実父天坊常久に反落したように、たとえ親子であっても、家の方針が違えば、対立してしまうリスクがあったんだ。この時代、当主といえども、家臣団の意向は簡単に無視できるものではなかったからな。ここまで大内家に対し、一貫して誠意ある対応を見せていた元成ではあったが、腹の底では、将来大内家と対立する可能性があることを見越していたんだろうな。はい？一寸先は闇の世界だったんだねー。だが、大内義隆による、再三の説得を受け、とうとう断りきれなくなった元成は、ついに高影の竹原小早川家の家督相続を了承。1544年11月、高影は竹原小早川家の本拠木村城に入城した。この時高影12歳。高影キュン。まだ子供だったんだねー。そりゃあ手元にも置いておきたかったか。さて、次は吉川氏だ。先の出雲遠征の折、大内義隆を裏切って、雨星の合算と打城に入城した黒人衆の中には、元成の縁戚である、秋黒人衆、吉川興津も含まれていた。義隆は、当然この吉川興津の裏切りに激怒しており、山口帰還後の1543年8月、吉川氏の領地を丸ごと元成に与えてしまった。そら？そう？いや、吉川興津としては、雨子がもっとぐいぐい秋の国に絡んでくる木産で裏切ったようだが、先に述べたように、大内氏は岩見方面でも秋方面でも適切な戦後処理を行ったため、岩見と秋の黒人衆の雨子方への寝返りが少なく、思うように進行できていなかった。そのため、雨子氏は吉川氏を見捨てざるを得ない状況となっており、吉川興津本人は出雲の国合算と打城から、本拠への帰国ができずにいた。そして、その本拠である秋の国山形軍は、周囲を敵地に囲まれて孤立し、今にも毛利元就や広中高兼の進行を受けようか、という危機的な状況であった。おきつねさんたら、ノープランで雨子さんに寝返ってたんだねー。吉川おきつねは、戦はめちゃくちゃ強いんだが、節操なく雨子に寝返ったり、大内に寝返ったりするような、脳筋系の武将だったんだ。おきつねさんたら、欲系男子だったのね。そんな当主おきつねにぶち切れていた、留守を預かる吉川家臣の吉川常世と森脇助ありであったが、吉川氏存続のため、元成に大内義隆への取りなしを懇願。元成はこれを了承し、いい感じに大内義隆に取りなして、吉川氏の領地&と当主興津の帰国が許されることとなった。さらっと優秀な男も売りもとなり、だが、興津の当主としての実権は、家臣団に剥奪されてしまった。興津は、その不満から、恩人の吉川常世と森脇助ありの排除に動いたようだが、逆に、吉川常世と森脇助ありらの逆襲に遭い、興津は失脚してしまった。そして、吉川家臣団と毛利元就による協議の末、吉川家の家督は元就の次男、元春、が継ぐこととなり、吉川興津は、その身の安全を条件に引退し、その身柄は毛利領内で幽閉されることとなった。1547年8月のことであった。興津さん、立ち回り下手すぎんのよ。そら光栄さんも政治力一にせざるを得んのよ。いや一って、まあとにかく、後に毛利家の中国制覇に多大な貢献をした。吉川元春と小早川高影からなる、毛利領戦は、この時期にその基礎が成立したんだな。三本の矢。さて、ついでに触れておくと、1547年7月、吉川元春は秋の有力黒人熊谷信直の娘、新城の坪根、と結婚している。元春この時18歳。伝説では、この新城の坪根は仕込めであったため、嫁のもらい手がなく信直は心配していたらしい。仕込めって？不細工だったってこと？そうらしい。天然痘という病気の影響で、顔にアバタが残ってしまっていたようだ。ま、こういった話は、孔明の嫁選び、よろしく、古今東西よくあるものであるし、彼女が本当に仕込めだったのかはわからん。というか同時代の資料にはそういった記載はないらしい。諸葛孔明のお嫁さんは、本当はめっちゃ美人だった説あるよね。ただ、吉川元春が新城の坪根と結婚したがっていた、という話は事実のようで、元成から熊谷氏へ宛てた、次のような感じの手紙が残っているらしい。犬のように幼稚な元春をどうかよろしく。この結婚のことは、元春が信直さんの屋敷に自ら乗り込んで申し入れた話で、私は何も聞かされていませんでした。元春くんたら、いきなり、娘さんください、って押しかけたってこと？男すぎるやろ。そんなに新城の坪根さんにベタ惚れだったのかねえ？恋しちゃってたのかねえ？というよりは、自分への熊谷信直の協力を取り付けたいと考えていたようだな。熊谷信直は、合流の誉れ高い人物だったからな。一緒に戦いたいと思っていたようだ。戦国時代のお話に足りないのは、恋愛要素なのよ。キュンが足りてないのよ。これまでもこれからも、基本おじさんしか出てきませんが、そして、この時の元春の男、な行動に感銘を受けた熊谷信直は、
娘婿吉川元春のために、その生涯を捧げて戦い続けることとなる。毛利家は、同時期に竹原小早川氏、吉川氏、熊谷氏といった有力国人を自らの勢力に取り込み、その勢力のさらなる拡大に成功したわけだな。雲州配分直後の各方面の状況については、こんな感じかな。次に雲州配分後の大内義隆の変化について述べていこう。ほいほい。前回の動画でも述べたように、雲州配分以後、大内義隆は政治的意欲が衰え、軍事についても消極的になり、自ら出陣することは、ついに一度もなかった。出雲での大敗がトラウマになっちゃったのかね。そんな義隆が、積極的に推進したのは、朝廷への接近政策と文化的活動であった。文化的活動ってのは、学問とか和歌、茶会とかそういう感じの活動のことだな。ではまずは、朝廷への接近政策について見ていこう。ほむ、雲州配分より後、義隆は積極的に朝廷官への昇進を目指すようになる。その結果、1545年に、小三位に昇進し、1548年には、従二位兵部長にまで昇進することができた。当時の室町将軍足利義晴の位階は、従三位であったため、1545年の時点で、大内義隆は武家社会最高の位階保有者となっていたんだ。現役将軍を抑えて、一大名が武家の位階トップとなることは、当時としてはかなり異例なことであった。なんで異例なの？そらあんた、普通は将軍様に気を使って、自分が将軍より上位の位階にならないように忖度するだろう。なる、義隆さんは将軍様をお舐めになってたのかね？いやそこまで舐めてはなかったろうとは思うぞ。この後も足利義輝の元服費用を工面してあげたりしているしな。ただ、以前よりも軽視はしていたようだな。それを表す一つの事例として、雲州配分後に、何度か幕府から雨星との和睦を打診されているが、全て断っていることが挙げられるな。それまでは、幕府の意向を尊重して、その指示を受け入れることも多かったんだが、雲州配分後は、このように幕府を軽視するような行動が見られるようになっていったんだ。自分の息子に高氏の、高、の字を使っちゃってたりな。義隆さん。どうして、出雲に遠征した時は、俺、雨子を滅ぼしたら、上洛するんだ。って死亡フラグ立てちゃうくらい、幕府に尽くす気満々だったのに。また、この頃、大内氏の本拠山口に下校してくる公家と地下人の数が増えている。この下校公家と下校地下人の山口への受け入れ数の増加もまた、朝廷への接近手段の一つであったのだろう。地下人って何すか？地下人ってのは、朝廷に仕えてる身分低めの人、みたいな感じだな。ふーん、なるほど。京都の朝廷で仕事していた人たちが、たくさん山口にやってきたんだね。義隆としては、将軍よりも高位の官位を得たり、たくさんの公家を山口に受け入れたりすることで、朝廷に接近し、その朝廷の権威を持って、自らの権威の健在ぶりを内外にアピールして、雲州配分における屈辱的な大敗のイメージを払拭したいと考えていたんだ。ふーん。でもまあ官位とか公家とか言われてもね。そして、下校公家と下校地下人がたくさん山口に流入したことにより、大内義隆と本拠山口は、以前にも増して公家文化の影響を受けていくようになる。マロ感が強くなっていくのね。そして1545年、大内義隆を、より一層公家化に向かわせる出来事が起こる。義隆に実子の男子となる、大内義隆、が誕生したんだ。義隆の母親は、下校公家の養女、おさえ、であり、この、義隆、の誕生は、義隆と下校公家、下校地下人の関係をさらに強化するものであった。はい？ついに義隆さんに実子が生まれたんだねー。あれ、でも大友さんから迎えた春秀くんはどうするの？一年前に養子にしたばっかなんすけど。そらもう、用済みだからな。速攻で養子縁組解消の上、文後に送還よ。大友氏との契約では、義隆に実子が生まれたら、縁組解消となっていたからな。はい、ひっどい。これは大友さん激お困ったなしですわ。まあでも契約だからねー。つべこべ言われる言われはないわけよ。もちろん、大友氏としては受け入れがたい話だったろうがな。実際この縁組解消は、九州地方の諸大名に大きな衝撃を与えていたようだ。ま、とはいえ、大内家と大友家の間に戦争が起こることはなかった。表向きは円満な縁組解消だったわけだな。表向きは、さて、大内家の実子受け者、大内義隆の誕生により、その権威を後ろ盾として、山口に滞在する下校公家、下校地下人の影響力は大きなものとなっていき、次第に大内家の政権運営にも関与するようになっていった。義隆による、大内家の権威向上を目的とした朝廷への接近策は、本来の目的を離れ、大内家の過度な公家化と公家の政治参画という結果を生み出していったのであった。なんかやばい方向に向かってる感じするー。安心してくれ。まだ文化的活動の話が残ってる。ひぃ。雲州配分により、溺愛していた養子春持を失ったことにより意気消沈し、政治的意欲が衰えてしまっていた義隆であったが、その魂、いや情熱は失っていなかった。春持キュンの仇討ちを志したのね。
部の人になったのね。熱い展開が来るのね。いや、ゴリゴリの文の人になった。知ってたー。江戸時代の大政治家、松平定信が大内義隆を評した言葉として、次の言葉がある。日本治まりたりとても、油断するわ、足利義政の茶の湯、大内義隆の学問、今川氏真の稼働ぞ、というものだ。まあ要は、大内義隆は、学問に熱中しすぎて滅びた、みたいな意味だな。ダメじゃん、滅びてるじゃん。はっはっは、まあまあ、人類いずれは皆滅びる。急にどしたん？話聞こか？ともかく、松平定信の言葉の通り、雲州廃軍以後、政治的意欲を失った義隆は、その情熱を学問に向けたんだ。学問に情熱をって聞くと、すんごく偉い感じがするんだけどね。そもそも歴代の大内家当主と、山口、という都市は、和歌、連歌、漢言、農学、水墨画、仏学などといった、多数の日本文化の発展に大きく貢献していて、義隆もまた、様々な文化的活動に造詣が深く、挙げればキリがないくらいなんだが、大内義隆という人物において、特に特筆すべきと感じるのは、神道、儒学、有識学への情熱だ。まず神道だが、これは日本古来の民族宗教で、八百万の神が云々のあれだ。おお、あれ？義隆は、神道には雲州廃軍の前からだいぶドハマりしていたようであり、出雲出兵の際には、吉田神道の当主吉田兼右に、雨越し長伏の祈祷をさせていたりする。陣中でも、師匠の吉田兼右に対し神道に関する問答をしていたようで、敗走した際には、戦地に持ち込んでいた神道の大事な道具を紛失するという、ちょい土地を発揮してくれている。戦場でも神道の勉強を怠らない、吉高さんの尊みがわかるか？霊夢よ。戦場で何してんのこいつ。吉高は、諸現象の根本にある唯一の実在、への深い関心から、神道に熱中していたらしくてな。なるほど、さっぱりわからん。まあ要は、神道を通して、世界の起源とか世の中の真理みたいなものを知りたいっていう学問的な探求心があったんだよ。多分、現代で言うと、ニーチェとかそういう感じの哲学に没頭する感覚に近いのかもしれない。知らんけど、神は死んだ。さて、お次は儒学だ。大内義隆は、儒学にもとても熱心に取り組んでおり、当時の一流の学者に大金を払って四書五経のコピーを作ってもらったり、学者を山口に招いたりしている。四書五経ってのは、儒学の教科書的な存在のやつだな。この画像のやつね。義隆の儒学への思いは激アツで、儒学関する書物が欲しいがために、朝鮮との貿易を行ったりもしている。相当お熱だったんだね。熱心すぎて、自分の家臣にも、義隆自ら儒学の講義とかをしていたみたいだぞ。はい、そして、有識学だ。有識学ってのは、朝廷の官位や朝廷儀式に関する知識のことだな。義隆の、この有識学に対する情熱は半端ないものがあり、その情熱を今日に伝えるものとして、たたら問答、という書物が残っている。これは、義隆による朝廷に関する質問と、それに対する当時の学者、三条西実孝、の回答をまとめたものだ。そして、その質問数は300数十箇条に及ぶ。うひー読みたくなひー。大丈夫だ。内容はざっくりとしか紹介しねえ。要は、朝廷の官位、位階、叙任形式とかを、細かく質問をしまくってる書物だ。この、たたら問答、において、義隆は質問者という立場ではあるんだが、そもそもの質問のレベルがめちゃんこ高いことから、義隆自身の有識学に対する知識がいかに深かったのかが伺い知れるんだ。はい？すっごい、義隆さんってば、朝廷オタクだったのね。そうだな。朝廷オタクとか朝廷マニアと言ってもいいだろう。例えば以前の動画で、大内家が、太宰の代に、という朝廷の役職を得ることで、小児氏の政治的な正当性を奪う、という場面があったが、こういった芸当ができたのも、朝廷に対する深い知識を持つ義隆ならではだったと言えるだろう。有識学はちゃんと実践に生かせてて偉いね。神道も義隆の心を救ってたはずだからセーフ。雲州廃軍より後、義隆が積極的に朝廷へ接近していったのも、この有識学への情熱と知識も、無関係ではないだろう。義隆さんは、朝廷に対する熱い思いがあったんだろうね。さて、ここまで見てきたように、大内義隆は雲州廃軍の後、文化的活動と朝廷への接近政策を積極的に取り組んでいった。これにより、大内家は公家化が進み、その本拠山口には荒廃した京都から大量の下校公家や下校寺下人が流入。また、多数の学者たちが京都から招かれていた。そして、山口は以前にも増して、文化色豊かな都市へと発展を遂げていき、大内義隆がもたらした山口文化は、その最盛期を迎えていた。しかし、時は戦国時代。文化的な生活を謳歌していた義隆であったが、その背後には徐々に暗雲が立ち込めていた。さて、大内義隆による下校公家増加、文化的活動の推進により、山口は、華やかな文化都市として、大きな発展を遂げることとなったが、その裏には、民衆への増税という、大きな代償が払われていた。山口への公家や学者の流入に伴うその滞在、招致、接待などの費用、
そして、官位取得のための、朝廷への莫大な献金は、民衆への増税によって賄われていたんだ。マジかよ。吉高が文化的活動を推進し、山口が文化都市として発展すればするほど、荒廃した京都から華やかな山口へ下校してくる公家や学者が増え、それによりさらに費用がかさみ、さらなる民衆への増税につながるという、庶民にとっては、地獄のような悪循環が起こってしまっていたんだな。文化活動に投資したって、お金は回収できずに、ただ出ていくだけだももねえ。当然、このような吉高の統治に対して、民衆からは怨嗟の声が上がっていた。だが、その声が吉高に届くことはなかった。大内家の政権構造上、吉高には民衆の声が届かないシステムとなってしまっていたからだ。亡国の兆し感半端ねえな。そして各国の守護大たちもまた、各国の実情に見合わない増税に反対し、当主吉高を還元しようとするが、彼らの言葉もまた、吉高まで届くことはなかった。偉い人たちでも還元できないようなシステムだったんねえ。そういうことだ。そして、この悲惨な状況に、大きな憤りを感じている男がいた。周防の国守護大、末春方、だ。さて、そんなわけでここからは末春方と大内家の政権構造について紹介していきたいんだが、動画の尺もだいぶあれだし、これ以上続けるのもあれなので、今回はここで一旦区切りたいと思う。ああね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。感謝感激雨あられ。このチャンネルでは、戦国時代に関する動画を投稿いたしますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンとコメントも喜んでます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また来週。